Woo!
Vai, OK, OK! 全国19カ所回って東京に帰ってきました。どうだ、後ろの奴らちゃんと見えてるか？OK！ ということで、本当に今回はね、今回出したアルバム To Be or Not To Be、 すげえ今まで出した中で一番かっこいいんだというのをね、証明するためにツアー回っていました。自分の想像をはるかに超えたいいツアーになっていると思います。なので今日その集大成をみんなでね、最高のライブ作っていけたらいいかなと思います。それじゃあ東京、全員でかかってこいよ、いいか。
してそれをね失って壊して何度も痛みを渡り上げるのに
Yeah!
Better to do blue sky。
疲れやすい。
して教えて飛び込む嘘想像は決めるほどに何もない。回れ回れ僕らを乗せて今はもう日々にありがたいわけで破れた個性に泣き殴るバラバラのエピローグ今もまとって生まれ変われ
この暮らしにも想像の脇で眠るあなたにそっと近づく白い砂でも笑った日の夜は飛び殴り出すのねじゃあねさよなら
どうだお前たち楽しんでるかということでですね、今日は、ツアーファイナルということで、僕気合を入れてですね、襟足見てください。一人ナイトメアにしてみましたね。あのみんなも分かってると思いますけども、黄色は夜、そして赤色は羊、そして白はサキと、青がニーヤで、黒がロカさんです。あれ、え、なにピンク、ピンクだった、あ、ピンクだった、なんかさ、そこら辺ほらはっきりしてないじゃん。え、どっちなの、黒なの、黒なの、ピンクなの、どっちなの、黒ピンク、ピンクなの。すみません皆さん、今日ね、一人ナイトメアじゃありませんでした。まあ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 ね、あの自分的にはね、ルカさんは黒っていうイメージがあって、しかもほら棺が赤じゃん、でルカさんピンクにしたらちょっとなんか同系色じゃん、うん、だからね、黒の方がいいかなって思ったんだよ。そう、まあ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 、ということでね、そんなね、なんだよ、何、え、オリンピックみたいになって、こら、オリンピックじゃないわ、ね、何、オリンピックじゃない、オリンピックじゃないわ、ワールドカップみたいだな、ワールドカップみたい、ワールドカップじゃないわね、かっこいいでしょ、どう、おい、ありがとうございますね。まあまあそんなこんなで、ツアー、20カ所、回ってきたんですけども、本当ね、ツアータイトル通り To be or not to be、 本当に生きるか死ぬかね、精神的にも肉体的にもギリギリの状態でね、回ってきたんで、すごく、まあ、楽しいだけじゃなく、辛い部分もすごくあったんですけども、まあ、その回あって、あのバンドとしてね、また一つこうかっこよくなれたツアーになったんじゃないかなと思います。まあ、なので、これからもね、俺たちと一緒にみんなでね、もっともっと高いところに行ければいいかなと思っています。ソロジアフォーレム、俺たちと一緒にもっともっと高いところに行こうぜ、いいか、揺らしてくれ、いいか、ウェーイ、we'll be right back.
Thank you.
Yeah.
はい、東京イエーイイエーイイエーイアンコールありがとう。はい、ということで新しいショーでやってまいりました。今回のこの衣装はですね、6月の25日に、リリースされる新曲タブーの衣装でございます。まあ久々にみんなね赤色で、統一してみたんですけども、やっぱいいよね、統一感があってね。確か赤で合わせるのはアルティメットサーカス以来ですかね。うん、そうそう。ということで、はい、6月25日に、ニューシングルタブーをリリースします。今回の新曲はですね、映画ドレイクのオープニングテーマになっております。そしてエンディングはですね、アルバムから、ドラスティカが使われています。ですのでぜひね、映画館に、ドレイク見に行ってほしいなと思います。よろしくお願いします。それでは早速その新曲をやりたいと思います。聴いてください、タブー。
て空気を吸うことも忘れる喉に永久に鳴り合う取り積もる枯れた茶このままいっそこの体も不思議に返してくれないか広がるこの砂漠呼び慣れた君の名も叫べないんだね影に飲まれて動かないその指をただただ愛しそう罪な想像を短すぎる間取りがあるあやるに響かせて描かれた星振り返るより飛び越えがない線で動く歯車を逆に変えたとしても今はあるのだろうかモノクロのひまわり変わらずに闇夜に浮かぶ丸い痕跡の目玉広がるこの砂漠遥か遠く聞き飽きたの声も聞こえないんだね募る想いも瓦礫のように壊されてただただだけ以上繰り返すほどに笑えてくるこの不思議もう何もできないの生き残るような感動絶好止まらない。あ、はじゃ。
ということで、まだねメンバーちょっと MC 振ってないんで、ちょっと誰かに、振っていきたいかなと思うんですけども、誰がいい？わかりました、新谷くん。ねえ、ツアーファイナルですよ。そうだね。ねえ、今回のツアーどうでした？今回のツアー、いや、大変でした。大変でしたね。うん、でも楽しかった。楽しかったね。すごい充実したツアーだったかな。そうだね。うん、一番新谷が印象に残っているライブ、まあ、会場は、ちなみにどこですか？毎回ね、どこも良かったとは思うんですけども。そうだな、初日のミサトかな。おう、ミサト。うん、あの時ね、もう緊張しすぎて。ね、そうなんですよね。そう、今までにないぐらい緊張して。だいたいね、アルバムを引っ提げてのツアーの初日って一番緊張しますよね。でも今回は、うん、うん、あの今までも超えてたね。ん？超えてた。あ、超えてた。うん、だって、帰りたかったもん。何？帰りたかった。帰りたかった。緊張しすぎて。本当に。ああ、それぐらいね、かなり緊張してたということで。うん、でもまあね、なんとかなんとか。なんとかなんとかね。まあまあね、怪我した人もいますが。はい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 。ね、無事こうやってファイナル迎えて、うん、帰られて嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、そうですね。それじゃあちょっと。怪我してる人に、翡翠くん、ねえ、本当にね、 To be or not to be だね。
ねえねえ、たくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしたなと、うん、はいはい、まあでもなんとか来ましたね。でもまあ皆さんのおかげで気合で乗り切れたなと思って。はい、よかったね、うん、ねえ、まあでもね、うん、そのなんかね、ほんと極限を見た、極限を見た、さあ回って、はい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 、もう動けなかったけど最初ね、うんうんうん、極限を見ましたね。ああ、まあでもそういうなんだろう、ハンデキャップをこう背負ってるからこそ、こう逆にこうなんだろうな、燃えちゃった部分みたいな、何クソみたいな、そうそう、何クソ的な部分があったんでしょうね多分ね。やったるからなーみたいな、そう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 なるほど、そうそうそう。でさっき逆に痛いけどね、ほらそういうの好きじゃん。ね、ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとだけね。さっき404でふざけてさ、はいはい、こんなんやってたらさ、はいはい、ニーヤのモニターに足引っかかってさ、はいはい、もう一回極限見るとこだったの。わわわ、危ねえ、危ない危ない。危なかった。危ないですよ。気をつけてくださいね。でもすっごい今回のツアーめちゃくちゃ楽しい、うん、ね、そうだね、すげえな。ちなみに印象に残っているライブ会場はどうですか。印象に残ってる、そうだからその月並みというかさ、まあ、全会場本当に全部楽しかったんだけど、うん、そうだね、あなたどっかでステージから落ちたよね。そう、あれどうだったかな。あ、前橋、前橋、前橋、あれ結構ね、印象残ってるよ、ね、うん、シュンって残ってる、ね、そう、あれなんだっけ、404でしたっけ、なんだ、え、はい、あ、ラストショー、あ、ラストショー、ラストショーの時だ、そうで、上がってきて、衝撃のラストシーン、そう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 、それ衝撃だったわ、みたいな、そう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 だ、そうだ、あれ結構ね、あーね、いや、お恥ずかしいところを見せてしまって、どこ行ったってなって、そう、あのね、その時のね、押してる時のね、ひつぎさんの目がね、もう冷たい、冷たいね、こうね、目線でね、こうずっと見ててね、心配してたのと、あ、そう、探してた、あ、探してた、どこって言って、そんなにちっちゃかったっけかな、みたいな、そう、探しててくれたんだね、じゃあね。あ、そうそう、ありがとうございます。あれは、はい、印象残ってます。あ、なるほど、じゃあ前橋っていうことですかね、じゃあね、特にねのラストショーです。ラストショーね、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、それでは坂田さん、ねえ、ツアーファイナルですよ。イエーイ、イエーイ、ございました。まあね、どこの会場も素晴らしいライブだったんですけども、特に咲人さん的に印象に残っている会場は今日でしょう。あ、今日でしょう。おお、やっぱどこもね、うん、ね、今回久々の長いツアーで、はいはい、印象深かったけど、はいはい、最後こそ綺麗にというかさ、うん、やっぱファイナル良かったなって言って終わりたいじゃん。そうね、うん、なるほどなるほど、そういうライブになっているってことですね。そうそうそう、ああ、いいじゃないですか、ね、今日は朝ここにマジでバブついてなくてよかったな。あ、それあれでしょ、それ夢の話でしょ。マジで夢の中でマジでここにバブついてたの、うんうん、あ、そうなってて欲しかった、むしろ。あー、もう遅いね。あー、一応弾いてたの俺、夢の中で、うんうんうん、バブじゃピッキングハーモニクス出ないな、うんうんうん、そうそうそう、よかった、よかったね、普通のピックでね、そう、うん、はい、じゃあまだまだちょっと終わってませんから、はい、かっこいい咲人さん見させてください。はい、よろしくお願いします。それではルカさん、
ルカさんさ、今回のほらこの衣装さ、みんなほら赤色で統一したじゃん。赤色で統一したじゃん。ルカさん赤少なくない？衣装。手袋赤なんだけど今日黒だ。な、変わり映えしないよね。もっとじゃあほら赤入れちゃえばいいんじゃない？もっと今度は今度衣装着るとき。いいかな。今のままで。なるほどね。ちょそれだけちょっと気になってたんだよね。そう。出てってね、俺だけ見られてないことにちょっとね胸が痛んだ。そういうこと？胸が痛かった。あー、なるほど。まあ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 。そう。でも今回いいっすよね。こうみんなこうグループがありますよね。なんかみんな赤で統一したりとか。今度なんかルカさんがナイトメアでこう統一したいなんか色とか、なんかそういう衣装なんかあります？ないかな、5色。それこそルカさん何？ピンク？ピンクの衣装。うーわー、赤色で、青で、白で、黄色で、そういう衣装ですか？まあ、いや、ないな。いや、いいかもよ、もしかしたらちょっと若干ツアーの動員増えるかもしれない。面白いもの見たら。あ、それだったらやってもいいよね、別にね。あ、嫌だ、やっぱり。あ、ピンク嫌だ。恥ずかしい落とし物ですか？林家一家みたいになりそうだ、俺。カメラ、カメラここにつければいいんじゃない？まあまあ、どうなるかは分かりませんけどね。乞うご期待ということで。はい、ということでアンコールもよろしくお願いします。よーし、それじゃあお前たち準備はいいか？お前たち準備、チューニングはできてんのか？チューニングはできてんのか？あ？オーケー。それじゃあ、東京国際フォーラム飛ばしていこうぜ。いいか、後ろのやつらいいか、いいか、いいか、ウォー。Oh!
Yeah.
ありがとうか。最高のファイナルだった。ありがとう、またね。ありがとうございました。